はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。勇者ヨシヒコです。さあ、本日なんですが、新しい、シークレットパックで登場しました、勇者。こちらについてちょっとご紹介をしていこうかなと思ってまして、これ、デッキ出し見ていただいて分かる通り、完全なる純正勇者って言われるやつですね。はい。勇者ギミックってめちゃくちゃ出張パーツのイメージ強いと思うんですよ。皆さんもそういうイメージ持ってる方多いと思うんですけど、新規で登場したカードがですね、これ見ていただいて分かるんですけど、ありえない厳しい縛りついてまして、効果発動すると、いろいろうんぬんかんって書いてあって、この効果発動するターン、するターンです、するターン。するターン、自分は勇者トークンおよびトークン名が記された、モンスターしか特殊召喚できないという、地獄みたいな縛りがついております。つまり、勇者以外出すなって言ってあるんですよね。だからね、今日はね、勇者以外出しません。勇者系以外。この縛りがめっちゃきついんですよ。近地もそうだし、あとこのテセアの効果もそうだね。テセアの魔法カード持ってくるっていう効果あるんですけど、これも、同じようにその勇者トークン縛りがつくんで、するターンね。もうこの効果をあらかじめグリフォンライダーにつけておけば、まあおそらくグリフォンライダーが禁止化、OCG ね。OCG でグリフォンライダーが禁止化されることはなかったと思うんですけども、まあこの制約がきついので今日は純正勇者戦っていく。で、勇者ってね、やっぱね、その妨害がすごいね、用意いっぱいできるわけじゃないんですよね。グリフォンライダーと、まあ言われるとグリフォンライダーと、まあイリーガルナイトぐらいで、まあ後ろサンダーチャージ構えるぐらいはいけるかもしれないけど、やっぱね、ちょっと普通にやっても、まあ大体ね、イリーガルナイトプラス、まあグリフォンライダーぐらいになっちゃって、でしかもなんか魔法カード今日めっちゃ発動して、しかも装備するから、なんか魔法トラップめっちゃ埋まるんですよ、魔法トラップゾーンが。そうするとなんかその伏せカードで妨害するの微妙なんですよね。なので一応手札誘発で妨害していくべく、まあ、エフェクトベイラーとか、まあ、ウサギとか、まあ、シグレとか、まあ、こういうカードを入れてます。で、まあ、あとはね、この縛りの中で頑張っていくしかないので、あ、ちなみにアラマティアっていうのが禁じね、禁じられた、あ、禁忌の呪文、これが結構ね、まあ面白い効果してまして、自分のメインフェーズにトークン出して手札捨てるっていう効果なんですよ、勇者トークンを。で、これアラメシアとは別にトークン出せるんで、なんと、1ターンダブル勇者ができます。ワンターンダブル勇者で、しかも勇者が死ぬと、この2番の効果で勇者が戦闘効果打開されると、もう一回主人公を、復帰させると、まあ要するに死者蘇生ができるということですよね。まあ呪文で言うと何ですか、ザオリクですかね。はい、ザオリクができるということで、このザオリク効果を使って、まあひたすら勇者を蘇らせて戦っていきたいというふうに思ってます。はい、やっていきましょう。デュエル、いや、ファンタジースタンバイ。皆さん全然関係ない話していいですか。勇者ヨシヒコって見たことあります？山田孝之さんがの主人公の、なんていうのかな、あれ、なんかギャグドラマ、エンタメドラマ、なんていうのがいいのか分かんないな、あれなんていうんだろう、あれのなんかそういうね、話があるんですよ。まあ、めちゃくちゃ僕勇者ヨシヒコ好きでね、見てたんですけども、とりあえず1回6枚めくって、ドラマね、見たことない人いたらマジ見てほしいですね。めちゃくちゃ面白いんで、はい、なんかバカバカしいんですよ若干遊戯王マスターデュエルでね、ためになる動画よりも僕の動画見てる皆さんにはね、マジでおすすめできます。はい、真面目なマスターデュエルの解説とか見てるよりも、僕の動画を見てくださってる皆さんであれば、勇者ヨシヒコきっと好きになってくれるんじゃないかなと思うので、ぜひね、見ていただきたいというふうに思っているんですが、とりあえず下方の騎士とこれグリフォンライダーこれ両方いきますね、これ基本的には。さあ、まあ、とりあえずアラメシアの木を発動して、まあこれはいつものムーブですね。で、新規モンスター出しましょう。これが診断で登場したテスや精霊域とかいう謎モンスター、これは、勇者トークンがやると特殊ができて、で、運命の試しで装備カードを持ってくる。ちなみになんですけども、テスや精霊域は勇者系の、まあ、勇者ヨシヒコ系の、まあ、魔法カードを相手に自慢することによって、デッキから勇者系のカードを持ってくることができる。ちなみにこの効果発動すると、この効果発動するターンですね、するターンも勇者系のモンスターしか出せないという縛りがありますので、なんかクシャトリラフェンリルとか、なんかそういうの出せませんもん。今この現代社会においてクシャトリラフェンリルを使いこなせないデッキは弱いと言われているんですが使いこなすことができません。で、スタールとパピオンの効果、勇者トークンにこのパピオンを装備していく。で、まあ、とりあえずグリフォンライダーを特殊召喚
グリフォンライダーは勇者の軍がいると特殊ができるんで、まあ、これはまあ旅の仲間ですかね。勇者が旅をしている間にこう 見つけてきた仲間という設定で、でこれこうイリガルナイト君はちょっと若干その、まあ、無法をごととしているといったところで、マヤダラの能力発動して、まあ、セットしてエンドと。いやこれどうしようかな、ドラコマック装備しなくてもいいか、まあいいや、これはまあとりあえずこのままエンドでしょう。パピオンがね、迷い花の森が発動されていて、パピオンを装備している勇者は相手が発動し効果を受けないんで、まあ、勇者はどうにもできないと。で今妨害数的には、頭しかですね、なるほど、まあ、妨害数的にはですね、グリフォンライダーの向こうとイリガルナイトのバウンス&、相手の盤面に裏切る安堵破壊なって感じなんで、まあ、妨害力的には低いです、非常に。あんまり妨害が用意できるテーマではないので、これ。うわー、激ヤバモンスター来たー、激ヤバモンスター来たじゃん。これちょっと裏切り行為するしかないな。勇者、今までありがとう。俺は寝返るわ。相手のモンスター、相手の軍に蘇る、寝返るぜ。で、ガーディアンを破壊な。これで、まあ多分盤面にモンスターも残らないけど、召喚器も使ってるんで多分大丈夫なんじゃないかな。まあ、ちょっと春化粧が入っていると思われますので、こっから手数出されるとちょっとグリフォンライダーで止めるしかなくなるんですけども、春化粧の効果はまあ言うて1回くらいであれって思ってるっていうね、はい、さあどうする。おっと手数出ないか、おっと手数が出ない、何春化粧引けていない。これはチャンスだ。これはチャンス。まあ、とりあえず、テスや精霊器の効果発動しましょう。魔法カード見せつけることによって、勇者系の、まあ、マジックカード、近所アラマティアを出るのがジグ。そして、ドラコバック装備する前に、こっちですね。旅路の効果を発動。魔鋼だな。魔鋼を持ってきて、で、ドラコバックを捨てていく。で、ドラコバックが捨てられた場合の効果を発動。で、勇者トークンに装備。OK。で、ドラコバックの効果。これ、こうだな。で、イリガル回収。犯罪ムーブ来た。イリガル回収する犯罪ムーブ来た。で、近所アラマティアを発動し、OK。で、いや、これ両方出そう。イリガルナイト特殊召喚。イリガル特殊、OK。で、効果発動。ちょっと装備する場所ねえな、もう。ちょっと装備する場所ねえわ。ちょっと魔法トラップゾーン10個から用意してくれ、この網。で、魔法戦士特殊召喚。さあ、これが、冒険で、仲間にしてきた仲間たちの力だ。うおいけバトルフェイズ。かっこいいくらい。盤面全員集合した。なお水使い、水使い出すにはさ、モンスターゾーン足らないんだよね。対戦ありがとうございました。なかなかいい冒険だったんじゃないですか。次の主人公は君だ。ちょっとやっぱ手数が出ねえな。勇者勇者ギミックって、強い点ってどういう点があるかって話なんですけども、勇者ギミックね、勇者ギミックの強い点はやっぱり勇者ギミックで相手の妨害踏んでから自分のメインギミックを通していくという、そういうまあとかじゃないですか。まあ、フラクトールは当たり前にユーラなんだけど、通れ、うわ通んねー、通んなかったら無理じゃねー、きついなこれ。まあ一応やるか。で、メインギミックが勇者になっちゃってるからさ、なんか、その、勇者で妨害を踏んでから何展開するかって勇者なんだよね。なんか、それはちょっとやっぱ、微妙かなって。まあ、踏めるとしても、まあ、2妨害ぐらいなんですけど、基本的にはグリフォンライダーとか、イリガルナイトプラス、ドラコバックみたいな感じなんですよ。勇者ギミックってね。もうそれがメインになっちゃってるから、このデッキ。なんか、ちょっと若干、なんか勇者のいいところ生かしてないやっていうところあるよね。フラクトール通っちゃうとさすがに妨害力なかなかやばいこと起きるな。鉄獣は
まあ、スプライト入ってるかどうか知らんけど、まあさすがに入ってるか。こっからスプリントとかいるんかな。スプリントしたところで、あ、フェルジット、あ、へえ、はあ、なるほど、はい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 。え、それさ、ん、でもよくわかんない、そこウーサじゃないの、そこウーサ、ウーサリボルトじゃないのそれ。普通鉄銃って、あれなんか俺の知ってる鉄銃はなんかそういうムーブしてくるけどな、なんか新しい革命が起きたのかこのデッキには。鉄銃そんなにも詳しくないんですけど、ブーケファルス2とかいう劇的にかっけえモンスターを使いたかったので、その時ちょっとだけ勉強したんですよね。ブーケファルス2出すためにはちょっとね、あのトライブルゲートロアっていうカード来ないとね、ちょっと厳しいっていうことがあったので、ちょっと早くトライブルゲートロア欲しいなと思ってるんですけども、あ、近所アラマティア来た。近所アラマティアはそこそこ強そうだな。どうしようかな。とりあえず旅路張ってからアラマティアかな。旅路発動。で、近所アラマティア。これが近畿の呪文よ。これが勇者の旅でファイナルファンタジーでゲットした近畿の呪文アルテマ。さあ、手札を送ってでドラコバッグを、装備したいという効果を起動。勇者モンスターに装備したい。さあどうする。まあだよね、バウンスされる。まあ、それはもう正直しょうがない。総流でこっちの勇者トークンがバウンスされて、でリボルトの弾を打てる、まあ、枠が空いてしまったと。まあ、スターリットパフィーを持ってくるしかないんだが、いやー弱いなー。アラマティア使ってる。でキッド鍋ロッケで、鍋ロッケいいよいいよいいよ、もう50円どうぞ。あとはで、あとリボルトっすよね言うて。まあ、とりあえず運命の旅路発動で、旅路で、水使い持ってきて、水使い捨てるしかないか。もう水使い持ってきて、水使い捨てるかやることないな。勇者出さないと始まんないから。で水使いで、水使いを除外して、はい、でアラメシアで、アラメシア発動する。こっちから発動する先だな。まあ、エヴァラムを発動してから、アラメシ発動。まあ、ワンターンにね、2回勇者一応、出せるようになったんで、近所アラマティアのせいで。なので、まあ、一応なんとかなるかなっていう。あ、で、まあ、リボルトだよね。で、リボルト効果発動。多分これ、シグレあるから、一応出てきた、まあ、多分これあれでしょう。なんだっけ、イケメンでしょ。リンク4のイケメン。リンク用のイケメン出てきたときにシグレ打って無効にして、まあ、スタリトパピオンを装備して殴るしかないから。オッケー。で、シュライグ出てきた。イケメンの効果で選んで除外入る。はい。で、それ発動されたんでシグレ打つ。いやー、でもこれパピオン、パピオンだからなー。まあちょっと打点は上がんないんで、まあこれ、多分これ、総流、処理しかないかな。発動。発動。まあバトルしかないですね。バトルフェイズで、スターリットパピオンが装備されてる、これ長女が装備されてる勇者は結構強くて、もうバリア張ってる状態なんで、今迷い花の森の効果で、相手の発動した効果受けないという効果があるんですよね。でシュライクがなんか特殊召喚されると、フィールドカードを選んで破壊、あ、除外してくるから、まあ一応勇者以外やったら除外できるって感じかな。パピオンとか迷い花の森とかは除外できるけど、一応天意無法のやつがあるんで、サンダーボルト効きません。ボルトサンダー効きません。テキスト読もうぜ。パピオンと迷い花の森の効果合ってるね、これ。うん、合ってるね。発動しか動けない。いけいける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 。はい、サンダーボルトを腐らせることに成功した。オッケー、よし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 いけるいけるぞ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 。はい、ケラス出てきた。オッケー。で旅路効果発動。旅路効果でドラコバックを持ってくる。装備はさせなくてもいいかな。装備はさせない。さあどうする。ケラス OK で、ケラス効果発動。除外して、ここ転移無法かな。さすがにね、特殊化されると、シュライグの効果起動されちゃうので、まあ、どっちにしろ起動されるか、どっちにしろ起動されそうだけど、まあとりあえずいっか。転移無法のうち発動。
で転移無法の効果によってケラスの効果を無効にしていく。これ破壊してくんないんだよな。リンク値稼がれちゃってるんだ。リンクさんとか出てくるかこれ。これは1枚除外入るんだよな。これで主題効果。まあでも勇者はね、あ、え、あれ除外しないの？なんかフィールド魔法とか除外したら一応いけますけど、ね、まあ、普通にまあちなみに戦闘破壊されるんだけど。で、勇者が破壊されると一ターンに一度近所アラマティアの効果によって、勇者がもう一回蘇るぜ。勇者は絶対に死なない。勇者は死なない。何度も蘇る。ドラコバック装備するよりも先に近所か、先に近所発動、勇者を出しといて、ルガル効果でシュライグ効果で1枚除外されても大丈夫にしとこう。でアラマティアの効果発動、アラマティア、近所のアラマティアの効果によって勇者とダブル勇者発動。主人公2人います。1コント1ピート2ピー1ピート2ピーで、さらにドラゴンバックの効果発動。対象は、まあ、どっちでもいいんだけど、こっちの勇者、勇者にドラゴンバックを装備したい。でルガル効果 OK。でルガル効果で、鉄獣出てきて特殊召喚される。で特殊召喚されるとモンスター除外されるので、まあ多分ドラッグバック装備した方の勇者は普通に多分しょられるんでしょう。で、ダンネルは装備しない。で OK、 主題効果でも多分対象ドラッグバック装備してる方の勇者 OK、 いいだろう。まあ、そこまで読んでいた、そこまでは読んでいた。とりあえず旅路、まあ、キットはもうナーベル入ったわけワンとなるからな、まあ、とりあえず、イリガルナイト、イリガルナイト強そうだなこれ。イリガルナイトも強そうじゃね、バウンすぎるし。でダンネル送って、でダンネル効果。シュライグは盤面にいても何もしないからシュライグ残しはあるな結構。でイリガルナイト特殊する、殴り殴りかな。いや結構なんかこの相手の魔王強いな、相手の魔王軍強いな結構今回。ルガルは死んでもイリガル裏切るのはちょっとあとでいいな。 OK でキット効果発動 OK です、いいでしょう。でキット効果リボルト送る、リボルト送る、もうナーベルとかないのかな。で殴れでいいよね。ルガルの打点ダウン別にどうでもいいから、ルガル殴る、うん、これでいいな。これで僕が残ってる。で相手を出してきたモンスターをでフサージパピオン効果バンドロー、はい、デルガル効果打点ダウン、もう打点ダウンはもうどうでもいい結構。俺引き強ない、俺引き強ない俺。よく来たグリフォンライダー、よく来たぞグリフォンライダー、いけ、よし。え、これってさ、え、俺まだアラメシアいるんだっけ、ちょっとアラメシア、アラメシアじゃねえや、水使いいるんだっけ。あーやべ、あれ水使い俺いつ使ったっけ、俺水使いやべ、俺ちょ記憶喪失になってるから、ちょっとアラメシア使って、アラメシアじゃねえや、あの水使い使ってたわ、水使いを使っていました。本当に申し訳ございません。今の愚かな枚数は本当まるで意味がありません。エンドフィーズ。いや、でも十分強いな、これ。これ、2バウンス1無効破壊あるよ。これもうめぐまくったでしょ。バトル、いいでしょう。まあ、バトルするのであれば、まあ、イリガルナイトを使うか。イリガル効果発動。相手のモンスターをバウンスし、裏切っていく。OK。2000では誰も突破できない。どうする？メンツー。オーケー。よし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 。オッケー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 。破壊いらねえ。劇的にいらねえ。まあ、一応ちょっと旅路効果発動するか。マコ戦でサンダーディスチャージの方がいいかな。サンダーディスチャージセットの動きするか。こうして、で、こうするもう装備全部いってるよな、装備全部いってんだよな、装備全部いってるから、これサーチ入んないか、あ、くそ、言うぜ
まあいい、攻撃表示バトルフェイズだ、いくぜ。勇者で相手のイリガルナイト爆破、そして勇者諸君が相手を破壊したためカードを1枚取ろう。あーいらない、まあとりあえずいい。バトルフェイズ終了時、ま、遺跡の魔法戦士の効果、こちらのあれですね、多分洞窟で見つけてきた仲間でしょうね。でサンダーディスチャージをセット、よしかかってこいよ。これでダブル勇者の構えだ、いけ主人公肩、主人公肩だこれマジで主人公2人いる物語、あんまちょっと冒険してないですね。なんかとりあえずなんか 1P 死んでも 2P がいるみたいな、ちょっと物語嫌ですね。愛着湧いてたら 1P が死んでも、まあ、とりあえず 2P いるからいっかみたいな。ちょっと若干の世界観の崩壊が感じ取れますが、さあ墓穴の指名者打っていく。そんなカードはもうどうでも、イリガルナイト、どんだけイリガルナイトに恨み持ちすぎだろ。手が一枚から無理でしょこれ。はいはいはい、やりました、あれ出す、ドン、おい。で、旅路効果、これトリプル勇者もできるじゃん。アルティメットトリプル勇者できるんだけど、これ普通に。で、これはず、あ、これ向こうか、向こうだ、これ向こうだった、忘れてた。これラマティア、これトリプル勇者だ。3P までいるんだけど、まあ、3P でちょっと響きちょっとダメだな。グーグルがバンクライソー、バトルフェイズでゴー。いやちょっと主人公3人いる物語はどういう世界線。とりあえず金券をぶち込まれてサイキックビーストを持ってこられる。サイキックビーストか、なるほどなるほど、サイキックビーストね、だよね、あそうだよね。クシャトリラユニコーン、いやこれどこまで行くか分かんない、これどこまで行くんだろう。まあでもエクストラ使わないから、ぶっちゃけ正直ユニコーンはどうでもいい、結構ユニコーンはどうでもよくて、まあサイキックベースもいいわ。サイキックベースもどうでもいい、サイキックベースもどうでもよくて、まあとりあえずそこまではいいわ。いやこれバースあんのか、でもあ、まあライズアライズハートがないので、まあ言うて可愛いもんではあるけど、これ待って、ランクなら全部出るか、ランクならめっちゃ出んだこれ。クシャトリラバース、デフェンリル、蘇る、デフェンリル効果、やばいなこれ。レベルなら4体並ぶやん、レベルなら4体並ぶやん、やばくね。え、あかんくないですかこれ。クシャトリラシャングリラ攻撃表示煽り精度高煽り精度高、お前それ殴る、一応殴られると破壊はされないけど、破壊はされないけど、これ殴られるぞ。ライズハートいいだろう、ライズハート、ライズハート効果発動、7にする、裏側除外される、ディアブロシスだけやめてください、ディアブロシスだけは、お代官様、ディアブロシスだけは、ディアブロシスだけはやめてください、まあ、ディアブロシス出てこなかったことないけどな。アストラルクリボも入ってんのかい最強かよこのデッキ、やばいだろ、史上最強じゃねえかお前。これ見たことあるぞこれお前、なんか俺なんか採用カード俺と似てんな、なんかあのクソみたいなクシャトリラデッキ作ったんだけどさ、この間動画にしたことを思うんだけども、ディアブロシスの効果、いやマジでやばいな、ちょっと本当にやめてくれ。ちょもうイリガルで出すしかないか、リリーガルナイト出して盤面埋まるから、これこのままだと、このままだと盤面埋まるから、まじ先に出しておくしかない。いやでもこれ勇者トークンさえ出す場所を、場所さえあればいけるな、勇者トークンを出す場所さえあのいただければイリーガルナイトでバウンスできるんで、多分ねロック解除できますね。まあ問題は、うわーセクションと書いた、問題はまあそのロック解除する場所をいただけるかどうかっていうところありまして、今んところまでいけるか。でシャングリラ効果とディアブロシス効果で、これ3箇所でしょ、あでも4箇所かこれ、フェンリルユニコーンから、あ無理か、いやきついな、きついな
あーサロス出せねえだろもうサロスだってそんなに並ばねえよモンスター。やばい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 ことが起きたってやばいこと起きてるってえてか魔法トラップゾーンなんだ。えマジ、えモンスター出してもいいですか。モンスターゾーン許される。マジやった、ラッキー。ペンデラムデッキじゃないですけどね別に。あマジでくたばれよ、マジでくたばれこのデッキ、くたばれ本当に。きしょいわマジで、マジできしょい、やってることマジできしょい。これ言ったらまた封鎖されるな俺いやこれきしょいだろこのデッキ、考えたやつ誰だよこれ。まだ強化控えて、これディアブロシス絶対禁止しろよ、ディアブロシスは絶対禁止しろマジで。聞いてるかコナミ。いやまあクシャトリが実装するのはいいけど、もうもはやもうしょうがないと思う正直。いいから絶対ディアブロシス禁止しろよ。これが現代遊戯王か、おもれえなあ遊戯王って。マジでマジ遊戯王っておもれえな。うん、遊戯王は神ゲーだ神ゲー、魔法トラップモンスター全部使えない、マジ神ゲーじゃん。